頑張ります。無事生きて帰れるように。なんかこ怖いな。おはようございます。はい。はい。はい。おはようございます。意気込みをお願いいたします。大きな会場でやるライブが、6年ぶりとかなんで。ここで6年ぶりだ。ここでやるのは6年ぶりなんですね。懐かしい思い出が、心の中に今ふつふつと蘇ってきてますけども、頑張ります。こんにちは、ベースの広田です。今日の意気込みを、今日の意気込みは、ね、半年ぶりの、半年待ちに待った、クラブチッタでのファンタジーロックフェス、はい、フェス頑張ります。楽しんでってねって感じですね。はい、魔法の杖、これさえあれば何でも世の中を思い通りなんです。おー、何でますか。今日の意気込みを。意気込み、はい。昨日は酒を抜いてこうすっきりした気持ちで臨もうかなと思ってたんですけど、ダメでしたね。ちょっと飲んでしまいましたね。まあでも普通まで7時間8時間あるんで、酔い覚ましてバッチリ切ると思うんです。でも俺今日1時間練習してきたんだよ。すごい、素晴らしい、素晴らしい、バッチリです。はい、お願いします。はい、初めて参加させていただきます、遠藤ひろたです。今回は僕自身も非常にエキサイトしておりますけれども、例えば初仕事ということで、こけないように安全第一で参りたいと思います。一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。素晴らしいコメントだ。すごい、素晴らしい。こういうの今までずっとずっと20年くらいやってきてしっかりしてる。素晴らしい。まず意気込み。なんすか、突然。はい、頑張ります。遅刻した理由は言わなくていいんですか。ちょっとセットリスト書き直してたら間に合わなかった。すいませんでした。ありがとう。せっかくなの。あ、じゃあ、はい、なんか、今日アースワンドパーパスで、コーラス&ボーカルをやらせていただく笹井壮です。ファンの皆さん、今日僕頑張って歌いますので、ライブ楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。あ、バッチリですね。こういうこういう感じで、これ本番でもあれですか。本番で、あ、本番で、はい、衣装ですね。ぜひそのパフォーマンスをこういう攻撃する。すごい かわいいですね。リーチが短い。上松さんにも。はい。
なんで乗ったままなんだ。パレードパレード。ちょっとしたパレード。なんで乗ったままなんだ。川島フリ。次は川島。はい。川島でした。それ運んでる人にすごい迷惑。じゃあ次のドアを右に行く。します。あとちょっとチェロも弾きますので、とてもドキドキして楽しみにしてますから、またよろしくお願いします。ハミフィンマ、ヘルジマハイヤヘルマハ、ヘイヨ。で、ババッチです。クイーン、頑張ります。エンジンを組みましょうか。はい、これ写真欲しいな。後でいただく感じで、はい、いいですか、はい、アースバンドパパスさんいらっしゃいですよ。アースバンドパパスさんいらっしゃい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。大成功だと思います。皆さんのおかげです。いろいろ震災とかいろんなことがあって、一時はちょっと難しいかなと思ったんですけど、なんとか開催にこぎつけました。ありがとうございます。明日、本当は終わってからと思ったんですけども、明後日のお仕事の方っていらっしゃったりとかしますので、今日はまあ中決めじゃないんですけども、今日ちょっと乾杯させていただければなと思います。明日もよろしくお願いします。それでは、乾杯いきます。乾杯！乾杯！お疲れ様です。ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。あと、おはようございます。他に何か、どれかやっておきたいのある？じゃあ、やめるだけやろうか。1時ぐらいまで音出しできそうなんで。Me and my
Mamma Mia. Don't we love it? Thank you.
加させていただきました。初仕事でしたので安全第一でやってまいりましたけれども、大きな事故もなく、皆さんに楽しんでいただけたかと思います。次も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。アースバウンドパパス。お疲れ様でした。ベースギター担当のひろたです。最初の挨拶では、昨日の肉いごみではすごくダラダラ喋ってしまったんですけども、今日はシャキシャキ喋りたいと思います。でももう終わってしまったんですが、また次の機会にぜひ遊びに来てください。この声でどうでもいいことを言います。タコの足は8本ありがとうございました。それいいな。なんか自分のオリジナルサウンド持っとくといいな。あれ、はい、多分この2日間で僕10キロぐらい体重が減ったかなと思いますね。もう結構この腹周りはですね、ほらこんな感じで上がってない。ウィムさんすごいショットそれ。いや熱いんだ。僕は今コメントしてるんです。楽しい2日間でした。また、次回またライブは続きますけども、世界をまたにかけて頑張ります。使えるんだ。お願いします。遊びに来てね。また。です。ああ、落とすよ会話。お疲れ様です。ですね、バンドの中で一番若いと MC で年齢を紹介されたんですけど、いや、体力は一番ないと思います。今ライブ終わってまだ息切れ収まらないんですよね。多分明日は筋肉痛です。あ、じゃあ、まあ、なんだよ。プル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 。すいません、この空気ちょっとダメです。コメントの空気。ありがとうございました。去っていくみたいな。あ、コメント。楽しかったです。楽しかったです。やばい。いいコメントが言えない。あ、ダメだ。なんかやろうと思ったけどダメだ。コーディ弱い。終わりダメ。じゃあ得意のポーズ。ダメだ。アドリブになった。ササイパイセンです。ササイパイセンのお店でもう。デビルちゃんです。どうも、デビルです。新キャラだ。今日はライブ、大成功だったと思います。この勢いをですね、いろんなところまで、世界各地まで行けたらいいなと思っています。うまくちょっと喋れないですけど、今頑張っていきたいなと思います。これからもよろしくお願いします。イエイ。ロックやそう。はい、クリアンヌです。今回はこのような大きなイベントに参加できて、本当にすごい楽しく、お客さんも盛り上がってくれて、楽しく踊らせていただきまして、すごくね、楽しかったです。先生ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すみません、なんか貴重な体験をさせていただきました。そうですね、はい、今日はなんとか盛り上がり、めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。最後ちょっと、ギターの音が出ないというですね、アクシデントがありましたが、まあいいじゃないですか。楽しくやらせてもらいました。皆さんどうでしたでしょうか。下も回りません。ということで、お疲れ様でした。いや、すごくすごく楽しかった。やっぱり生で宇宙語を喋るとすごい気持ちよくて、もっともっとやりたいなと思ってて、でチェロは実はすごい久しぶりに人の前で弾いてて、ちょっと怖かったけど、やっぱりステージで弾き始めたらなんかすごい、もっと弾きたいなと思ってて、本当にこのイベントで参加できてすごい嬉しいなと思います。またこれからもよろしくお願いします。すごい盛り上がってましたね。これはこれから
からヒューストンとか海外もね、やりやすいですよね、やっぱりね、お客さん盛り上がるとね。あ、森さん、もう一回行きます。あのね、途中で困ったのはね、髪の毛が口の中に入って口の中のガムがくっついちゃった髪の毛とガムを分けようとしても分けられなくなって、で最後にはバーンって終わった後に、はい、髪の毛に引っ張られてガムがポロって口から出たことが俺絶対誰かに見られてると思う。そこだけです、今日は。あとは楽しかったです。お疲れ様でした。